村川豊1月29日隊は、日本の海上自衛官、第33代海上幕僚長。神奈川県出身。1981年3月、防衛大学校、第25期を卒業し、海上自衛隊に入隊する。広報支援の職種である、経理、補給職域に進み、海上幕僚幹部人事教育部長、海上自衛隊補給本部長、 海上幕僚副長などの要職を歴任し、2016年12月20日の閣議において12月22日付をもって第33代海上幕僚長に任命する旨の人事が了承、発令された。海幕長に広報支援の職種出身者が就任するのは海上自衛隊創設以来初めて。就任時の記者会見では村側の海幕長就任が 海上自衛隊、帝国海軍の伝統を打ち破っていることを反映し、次のような問答があった。経理補給部隊から海上幕僚長は初めて、旧海軍で海軍大臣や軍令部総長に主係化からなった例は聞いたことがない。これについてはどう考えるか。確かに、旧海軍を含めて主係等の職域から上まで上がられた方というのはいないのかもしれません。 ただ、これは、昨今の情勢を考えますと、オペレーションとロジスティクスというのは、これは一体化してやっていかなければいけないということは、たとえ今回私がたまたま海上幕僚長を拝命しましたけれども、船の船乗りの出身の方がなろうと、飛行機乗りの出身の方がなろうと、いずれにしても考えなければいけない課題であるというふうに思っています。村川豊。 ありがとうございます。